平日の昼間体飽きますわというわけでやってきました。チーズ野田チャンスは。そして結城たけしです。よろしくお願いします。お願いします。カメラはジェイさんがやってくれております。あ、ジェイです。お願いします。ねえ、今日もねやってきました、はい、いろんなすごい今回もねレシピ僕考えましたんで、はい、ちょっと期待しといてください。え、マジ今日もすごいです。マジですか。お腹空いてます。お腹空いてますね。準備万端ですね。万端ですか。はい。じゃあね、結構いいお酒も用意したんでね、お酒もガッツリ飲みたいんですけど、はい、大丈夫いや大丈夫、笑っちゃってんじゃん。もう準備万端、準備万端です。美味しい酒急に来るからさ、はいはい、唇湿ってる。いや、あの大丈夫でしたね一回あの家で乾いとるやん。好きなんだよな。そのやばいな、そんなやばい。喋り終わってからやってよ今日はこれで唇湿らせましょう。はい。ゴールドマスター、これローソンブランドの低価格のビールなんですよ。はい。あの、あんな大企業が作ってるわけですね。そうですそうです。うん、あ、いただきます。美味しそう。いただきます。いただきます。本当にうまい。え？で、大企業信じてなかった。めちゃくちゃ飲みやすい実は今さっきすごい走り回るロケしてたんで確かに余計美味しく感じてるかもしれない。それは何飲んでも美味しいよむちゃくちゃうまい。これ120円だよ。あっという間に半分なくなっちゃった喉乾いてた。それはもう、あ、たくさん走ったんだねってなっちゃうよ今日の野田ちゃんセットはこちらになります。コンビニのお惣菜だけでやるフルコース。これ何がすごいかっていうと、料理もしなくていいわけですよ。温めるとか盛り付けするだけで高級なフルコースが味わえます。すごくないですか。これはすごい。フレンチ、フレンチとかイタリアンとかそういう概念は僕にはないんですけどとにかくネットで調べた通りのことは言われますね。そう書いてあったってことですね。それレストランのようなフルコースが。それ細かいことは言わないですそういう細かいことまでわかんないですけど、やぼ、やぼだよ、やぼはやめな。やぼはやめてください。そうね、フルコースができるという。はい。これがまだすごいのが、僕全部、はい、3000円です。使ったお金3000円。で、ジェイさん、たけちゃん、俺含めて、3人分、はい、今日できますんで。1人1000円です。俺は。すいません、ここ、北村さんちでやらさせていただいてるんですけど、はい、ちょっと北村さんの分はすみません、ちょっとなかった。ふざけんじゃないです。嘘、帰れ帰れ。嘘、4人分いけると思います。あ、ええ、うん、そしてですね、はい、これがすごいのが飲み物もついてますよ。マジで。料理に合わせたワイン買ってきました。マリアージュ付き。あ、できるんですか、そんなことが。これも叶えましたんで、まず最初ね、はい、コースなんで、はいはい、お酒はやっぱね、スパークリングワインで乾杯いきましょうよ。こちらですね。この今缶のスパークリングワイン結構いろいろ売ってるんじゃないですか。はいはいはい。僕がコンビニの中で調べたらローソンのが一番安かったんで。あ、や、はい、あ、安かった。これ税込みで300円ぐらいですかね。一番安い。あ、お求め安い。そうです。だからローソンのが一番美味しいと思いますよ。なるほど。一番安かったんで、うん、安い、うまいイコールうまい。美味しそうですね、見た目。あー、まあまあ見た目はね、泡が違うでしょ。すごい泡が暴れてますねいただきます。のだちゃんフルコース始まりです。始まる。うん、うまい。食欲が進む味すごいスパークリングワインってこうね、食欲が進む味です。あー、いいですね。ちゃんとブドウの香りがしますね分かってたなほんのほんのわかんない。本当に。でも見え入りたくなっちゃうよね、これもう。そうですね、うん、ちょっと美味しい、うん、飲みやすいですね。庶民の味方ですね、これ、うん、じゃあ、一品目いきましょうか。はい、じゃあ、まず最初は前菜。はい、ね、はい、オードブルっていう。オードブル、はい、うん、オードブル作りますんで、はい、こちらですね。ローソン100で買ってきました。キャンディーチーズ。あー、ローソン100の100円、はい。で、これトマト、はい、これトマトも売ってましたんで、売ってました。で、このイタリアンサラダ、はい、
ちょっと1品目作っていきたいと思いますんで。おー、ダメだよ。はい、いきます。いや、これでだから、でももちろんこれチーズ入れる。これチーズチーズおー、美しい。一品目できました。はい、撮ってください。はい、美しい感じでこっちの実力ですか。たけちゃん、これ一品目、はい、オードブル、はい、インサラータカプレーゼです。本当はモッツァレラチーズとか使わなきゃいけないんですけど、はい、代用で、はいはい、一品目これ作ってみました。はい、これ野田ちゃん史上初のこんな丁寧にやったな、今回は。そうですね、すごくおしゃれに見えますね。そうですね、頑張りました。ちょっとでも綺麗に映るように。そうです、見慣れてる人じゃなかったら綺麗に見えるはずですけどね。そうです、そうです、まあ、そういつもは雑なんですけど、オリーブオイルは北村さんちのお借りしてちょっとかけました。はい、カプレーゼ、はい、行ってみましょう。これはうまいでしょう。いただきます。確かに、うん、うまい。おしゃれ、おしゃれ、マジマジ。シャレた味してますよ。北村さんちですよ。北村さんちってこと忘れる。どういうことだ、うん、お、すごい、コースが幕を開けた感じだ。うまい。前菜もう一品作れます。これすごいですよ。生ハム、あー、これローソン100度売ってるんで、はい、100円です。100円ですか、はい、これも冷凍マンゴー。はい、おお、これもローソン100で買いましたんで。すごい、マンゴー買えちゃうんですね。この2つでオードブル作りたいと思いますんで、はい、どっちも普段の生活食べないやつ。あ、すごい、これ100円ってすごいですね。で、見てください、生ハム、はい、マンゴーをこれ包みます。あー、なるほど、巻くんですね。で、こう、これ合うんですかね。書いてたんで合うと思います。できました。あー、でもなんかこういうの見たことある、こういうのは。生ハムとマンゴーのピンチョスです。ピンチョス、ピンチョスの意味は聞かない方がいいです ね。ピンチョスの意味は分かんないですけど、まあ、やぼうですね。多分上半期はもう二度とピンチョスっていうことはないでしょう。味の想像もできないでしょ。そうですね、そうですね。ピンチョス行ってみましょう。いきます。うまい。こんなおしゃれなもの俺の口で受け付けないかなと思ったら案外受け付けた。あー、よかった。あれ、根がおしゃれなのかな。根がおしゃれなのかもしれない。めちゃくちゃ合う。じゃあもう生ハムメロンが出てきても大丈夫ですね。もう驚かない。そんなもったいないことするなとは。何だ、もう激怒しない。わ、うん、これ僕もおしゃれな住人でした。本当だ。おしゃれって勝手に敷居が高いものだと思ってたんですけど、はい、もうおしゃれって誰でも受け入れてくれてたんですよ。実はみんなおしゃれな住人だったんだ。僕たちは。俺のは。たけちゃん、はい、もう一品できます。マジ。次は味付け卵。これも、ゆで卵になってるの売ってます。売ってますね、これ。はい。スモークサーモン。あー、美味しそう。セブンイレブンのやつです。はいはい。300円ぐらいで買えますんで。はい。これを使ってます。イタリアンサラダも、はい、彩り使わせていただきます。彩り大事ですからね。これ作っていきましょう。これ卵も100円。これも100円です。ローソン100なんで。すごいな。おー。これ乗っけてください。乗っけるんだ、一旦に。もう一品できました。わあ、美しい。美しい。頑張って盛り付けしました。はい。すごい。ね、ゆで卵とサーモンのオードブルです。はい。三品目ですよ。いや、すごいですね。すごい。前菜三品目。あんまね、自分らで作れないようなものが三品連続できてますからね。うん、こんな丁寧に俺ら頑張ったよな、今回。頑張った。綺麗に見せたかったんで。うん、じゃあいただきます。はい、うまい。めちゃくちゃうまい。みんなおしゃれな味、はい、好きだったんだな。
そうか、今までは気づいてなかったけど、そういうのは苦手だと思ってたけど、はい、ほら、あちらの人間だったわ。フルコース系。フルコース系って何ですか。いただきます。このあ、いや、あ、塩コショウがいい感じに。すいません、僕も向こう側の人間。ちょっとやめてよ、そっち行かないでよ、二人して。下民の方たちも。下民とはなんだ。オリーブオイルかけないぞ。なんでも。僕かけない。オリーブオイルかけてこ、ね、まだオリーブオイルかけてないのっていう感じですね。そうです。人間は2種類、オリーブオイルかけてるかかけてないか。かけてる側の人間になりました。サラダ油はもう卒業しました。ラードとかでしょ。はい、ラードタップ でっかいカンカンに入ってる。カンカンに入ってる。いきます。うまい。入れ歯に絡まっていい味が出てます。というわけで前菜ね、3品もありました。もう全部美味しいですね。美味しかった、はい、全部全部美味しかったです。ですね。でちょっとフルコースってこの後、はい、前菜食った後、はい、なんかスープらしいんですよ。ああ、そっか。ちょっと、理由は俺もよくわからないけど。フルコース、ね、お前、味わったことないんだけど。この、かぼちゃのコーンポタージュスープ。ああ。これも100円で買いました。はい、まあ、これはアレンジなしで、このままじゃちょっといただいてみて、はいはい、もうその後自分らがどういうふうに味覚が変わるのかちょっと、はい、実験でもありますんで。なるほど。うん、うまい。あー、なるほど、わかった。え、やっぱ前菜っていうのが冷たいじゃん。はい。ね、指示通り俺も作ってましたけど。はいはいはい。ここで一気に体が温まる。じゃあそういうバランスも考えてるんだなって。はいはい。すごい深いなぁ。流れがあるんだ。流れがある。なるほど。今、もうまさか信じられないと思いますけど。今めちゃくちゃ腹減りだした。信じられないですね。信じられない。嘘つけ。スープ飲むんだ、はい、もっと食いたい、はいはい、まだメインまだ、はいはいはい、そんな状態になるんですか。あ、でも、うん、確かに冷たいもの冷たいもの本当にそれ分かりますね、うん、あったかいもの来たから、はい、なんかちょっとまだまだ頑張れるなっていう感じですね。今までは、はい、こっから始まりますよ、体温めてくださいみたいな。うわ、なるほど、メッセージ感じたわ、準備なんですね、フルコースさんの。フルコースさんがフルコースって考えたんでしょ。そんなサンドウィッチ伯爵みたいなシステムではないと思うんですよ。フルコースさんって下から言ってこの料理の順番考えたんじゃない。違います。違います。ここでですね、あの最初に言ってたと思うんですけど、はい、これ飲み物も僕もう全部買ってきたんで、こっからちょっと白いっちゃいましょうか。白ワイン。ええ、あるんです。これ予算大丈夫です。マジですか。いやこんなのだってこれだけで3000円いってもおかしくない。ダンシングフレームシャルドネです。こちらローソン100で、はい、380円。嘘だ、嘘だよ。ボトルですよ。特価ですか。広告の品とかですか。いやいや、なんかヒビとか入ってるからとかじゃないですか。じゃあちょっとここで書いてみましょう。で皆さん見てください、さっき飲んだやつ、はい、これ洗っちゃダメですよ、はい、そのまま共洗い。共洗い、これは野田ちゃんルールなんで、これで味が変わっていくわけです。負けられない。負けられないんですね。おお、見てください、はい、380円そうだこれ。そう言われたらなんか良くなく見えちゃいますよ。じゃあちょっといただいてみますね。ぶどう畑が見えるわ。お花畑っていうから死にかけたのかと思った。うまいよ、マジマジ。すっきり辛口、めちゃくちゃ冷やしてるから。広い野原をローソンの店員さんが走り回ってる風景が、万引き犯追いかけてるの。ローソン店員さんがあの唐揚げくんを路上で販売してる、そういう絵が浮かびますね。なんだこのローソン大喜利は。すいません。でも本当美味しい、美味しい、めっちゃ美味しいです。次はポワソン。ポワソン、ポワソン、魚料理になります。
白ワインで来たら魚料理、まあまあ、確かに、うん、でポワソン行きましょう。ポワソンね、ポワソンはちょっと分かんない、ポワソンが何が出てくるのか分かんないですけどこっからポワソン行きます。魚料理、うん、魚料理も魚介系ということ。そうです、白ワインって言ったらそうです。あ、ではマリアージュ行きますんで、ありがとうございます。でポワソン、ポワソン、ポワソンなんかパリーグの抑えの切り札みたいなポワソン何に変わりまして 8回裏ぐらい出てくるこれなんですけど、はい、見てください、ムール貝。わあ、ムール貝だ。すごい。一つだけちょっと謝らさせていただきたいんですけど、はい、申し訳ございません。え？これは本当はセブンイレブンのこのムール貝っていうのがあるわけですよ。はいはい、はい。300円ぐらいで、はいはい、商品が、はい。それが今大人気で、どこにも売ってなかった。俺5店舗ぐらい行ったけど。うん。だ俺が参考にしてるネットにはここで、はい、元ネタになってるやつには、はい、あのセブンイレブンのムール貝を食べるんですよ、はいはい、でもちょっと今日準備できなかったんで、はい、これ申し訳ないんですけど、あー、あのスーパーで買ってきました。でもこれも400円。あ、これでも400円。これ400円です。セブンよりまあ100円、まあセブンもそのくらい、そうですね、ちょっと高いんですけど、うん、もう大きいんで、はい、まあ皆さんこれ見てる方はセブンイレブンのこのムール貝買って、ね、はい、食べてください、はいはい、もうこれも温めるだけですから。あ、じゃあこれいきましょう。でこれも美味しいでしょうし、はい、この白ワインとのマリアージュの、マリアージュ、あ、楽しみ、できました、できました。めちゃくちゃ美味しそうじゃないですか。うわー、これ結構、これでもすごいでしょ、はい、まだここにも盛り付けてないのいっぱいありますんで。え、本当にあれ400円ですか。これ400円です。半分以下ですもんね、まだこれ。いきますわ。はい。うまい。このうまさを、はい、マリアル。香ばしさが倍に膨れ上がるってありえる、はい、味が広がるって、マリアージュを体験しました。あ、これはもう、これはもう、これはね、だってまあこれは美味しい、ね、白いっちゃうと、うん、来ましたね。ムール貝がね、膨れ上がりましたね。え、これ言ったわ、うん、ムール貝が膨れ上がる、ムール貝が膨れ上がりましたね。身が、身が、身が、身が貝ワインを発見しましたね、ムール貝が。ムール貝の価値。いや、勝負してたんだ。ムール貝と入れ歯と白ワイン、これはマリアージュ半端じゃないですよ。入れ歯もあかんけん、入れ歯がある、入れ歯が今まで食べてきた、はい、いいところが全部引き出されてる、このポリクリップとの間から。ポワソン、ポワソン、はい、お酒をちょっと買いましょう。うわー、すごいですね。こっからは赤ワインです。わー、ラデラ、ラデラ、ビルテ、レト。全然言い慣れてないですね。ローソン100で、はい、これも380円です。嘘だ。チリの辛口のワイン。皆さん、はい、グラスは変えちゃダメですね。ちょっと汁。これが止まらないなんで。止まらない。その日のよって味が変わるわけですよ。いろんなこういう飲み方したとか。ちゃんと濃いっす。じゃあすいません。ラデラ、ビルデ、レッドいただいて。ラピエタの呪文ラデラ、ビルデ、レッドいただいて。城が空に浮くんですが。おお、はい、わかるんですか。チリだ、チリの。チリが感じる。チリ感じるんですか、これ、ね。細長いってことぐらいしか知らないでしょ、チリ。うまいよ。マジ辛口の本格的な味。本格的なのを飲んだことないけど。あ、チリっすね。あ、もうめちゃめちゃ飲みやすい。あ、なんかチリっすね。長細い感じに。あ、今までの入れ歯の臭みを全部取ってくる。いいよ。マジで。すごいな。臭みがあったんか、今までの入れ歯の臭みって言ったからな。全部取ってくれたね、この赤ワインが消してくれた。そういう効果もありますんでね、入れ歯の人はぜひお願いします。赤ワイン。酒もこうやってね、赤ワインに変わったってことは、はい、はい、次行きましょう。ポワソンの次、次はポワソンは分かんなかったですか。アントレ。あ、アントレ。皆さん、肉料理。肉のアントレ。確かに肉出てきてなかったですもんね。そうです。ポワソン行ったらやっぱアントレ行かないと。
アントレ。アントレ、これ行きましょう。はい。このハンバーグ。ああ。ローソン100で買ったやつなんですけど、はい、これもうめちゃくちゃ美味しいんです。はい。すごい。肉がちゃんと出てきます、ね。出てきます、ね。で、うん、この赤ワインとのマリアージュもちょっと楽しんでみましょう。うわー。うんおー、おしゃれになるな。できました、はい、見てください。あー、どうした？うん、ハンバーグっぽいですね、ちゃんといや、うん、ハンバーグですか。じゃあ、いただきます。はい。これはうまい。で、これいってみましょう。はい。はぁ、嘘だろ。えこのハンバーグうまいな。これ飲んだ瞬間、あの倍の波が来ました。うん、うまい。信じられますか。何をだよ。まず何か。まず何をだよ。ちょっと待って。臭みをまたかき消すんですよ。やばい。さっきかき消されたんじゃないの。ずっと臭いんじゃないですか。最後はまだあるんですか。まだあるんですか。すごい、パスタいきましょう。パスタ、はい、イカスミマヨ。ちょっと待って、パスタって言いましょう、ね、焼きそばって思いっきりでっかく書いてるんですけど。これなんでこういうのがさ、はい、100円で売ってるってありえないじゃん。確かにそうですね。だからペヤングさんもなんか迷走していろんなもの出すわけですよ。そういうものが流れて、はい、ローソン100に置いてありますんで、はい、こういうの皆さんちゃんと見て、ね、お店の前に置いてあるやつね。ありましたね。アップルパイとかありましたよね、うん、そういうのが、うん、もう安く買える、はい、しょ、はい、うわやっぱりこのくるくる巻かないとダメなんで、くるくる巻くですね。じゃあできました、はい、ペヤングの皆さん食べたことないでしょ、イカスミパスタ。ああ、でもまあ本格的なイカスミになって、はい、いやこれ一気にいけんのかな、こんないっぱい。いきますよ。はい。まっ、本格的なイカスミ味しますもん。もご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 。そうですね、やっぱ。ああ、炭をさっと流してくれる。炭悪いもんじゃないですか。いただきます。うん、おいしい。これ、うん、おいしい。2回言った。強めに2回言った。うん。ワインでイカスミの美味しさが流れたと思った皆さん。うん。イカスミの美味しさ残ってます。じゃあ、よかった。残ってますよ。美味しいです。ここでまだあるんですよ。これが欲しい時間じゃないでしょうか。デザート。うわぁ、切れてるロールケーキ。あぁ、うわぁ、切れてる見てください、はい、これ100円ですよ。絶対うまいでしょ、こんな。いや、これ絶対うまいでしょ。わぁ、やっぱそう、うん、やっぱね、こうやってフルコースで食べたらやっぱこの甘いものもね、やっぱ最後はね、決まりますね。だからこれでなんか終わった感じするわ、はい。いやもうこれ以上来るなよみたいな言われてる感じ、はい、ミスターフルコースさんに、はい、うまい、うまい。最初からこれだけでもよかった。美味しい。甘さが全部包み込んでくれる。あなたはこれでいいんだよって言ってもらえたような、そんな気持ち。というわけでコンビニの惣菜できるフルコース、はい、どうでした、たけちゃん。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。これすごいでしょ。これすごいです。3000円で。3000円でこの大人4人が楽しめるぐらいで。満足できてますもんね。酒も全部飲めたし、マリアージュもできたし。はい。めちゃくちゃいいでしょ。皆さんぜひやってみてください。何が良かったですか。僕ゆで卵とサーモンの、うんうんうん、ね、乗せたやつが。オードブラーゼンサイン。オードブル、美味しかったですね。はい、私は生ハムとマンゴーの、はい、ピンチョス。ピンチョス、あれめっちゃ美味しかったですね。ピンチョスって言いたいっすわ、だから。最後の方はなんか出来たてでも美味しいものね、はい、ハンバーグとか、ハンバーグ、アントレ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 ポアソン、ポアソン、ポアソン
で皆さんなんかいろいろ意見あったらコメントで書いていただければな、ね、はい、いろんな僕らも挑戦しますんで、ね、いろんなよろしくお願いします。やりますね、皆さんよろしくお願いします。見てください、チャンネル登録だけしてくださいよ、お願いします。1000人いったら配信みんなでやりますんで、お願いします。バイバーイ。間に合わなかったのですかね。なんでここでうんこすんだよ。何時そこでうんこしたことになるんだよ。白いからまずねこのチーズ、はい、チーズ。よくその話題から入れましたね。